久保さん。いや、あれですね。セルシオ100万キロ乗ったら結構面白そうですね。うん。まあ、今回まとめもいきなり入るとですね。まあ、続けろってことです。はい。多分その100万キロセルシオ乗ったら多分、その、まあ、久保さんは100万キロ突破できるほどアクティブって多分無理だと思うんで、100万は多分無理ですね。 これはちょっと難しいんじゃない僕、僕の稼働で今22、3万キロですから、僕の動きで。100万キロってね、やっぱね、結構、あれですよ、久保さん。<laughs> まあまあ、果てしないですね。<laughs> 結構乗ってるんす乗ってる方だと思うんですよ、僕。普通の人より。結構まだでも、そうは言っても22万、23万。100万キロっつうはね、まあその、買ったね、セルシオがすでに30万キロぐらい乗ってたらあれですけど。 わかんないですけど <laughs> まあまあ続けるっていうことがねあのー、大事かなと思いますやっぱあのー、続きあとは続けられるんですよねみんな続けられないって言ってますけどお金かかんないんで続けられ続けられんですよお金かかんないからでも気持ちでしょそんなのお金の問題必要ないんだからさ、うん、気持ちだと思いますよ続けられないっていうのは気持ち次第で発信を続けられるとまあここお金かかんないですからね別に iPhone でもいいだろうし、ね、あのパソコンのウェブカメラでもいいだろうし、なんでもいいんで。ビジネスやるんだったら集客していかないといけないですから、うん、みんななんかね、そこがね、どう考えてるんですかね、集客できないから稼げないじゃなくて、集客するんですよ。できないんじゃなくて、できるようにするんですよ。できないからやめるますよね、みんな。 アクセス来ないからやめますよね。いやいや、ビジネスして金稼ぎたいんだったら、いや、それ持ってこないといけないんだから、結果出さないのも無理ですよ。な、結果出すためには、じゃあね、あの、僕以上、申し訳ないですけど、1、1、一本あたりのね、再生数が少ないんだったら僕みたいな戦略取ってます。どんな手段でもいいんで、取らない、結果取らないとダメなんですよ。どんな手段でも。 僕は1本あたりの再生数が少ないけど、人よりも何万本もアップしてる。だから1日の、月間で多分ね、4万回ぐらい一応回ってるんですよ。月間で4万回、ちょっと今アナリティクス見ましょうか。久保さんもうちょっと回ってると思いますけど、なんかその、あ、あ月間で今3万9000ですね。視聴回数。で、再生時間があの直近の28日間で2万5千六百、2万五千、25, 60, あ、2564時間、再生時間。はい。で、今、過去の直近の48時間の再生数が、視聴回数が3000回ぐらいですね。2966。でも、1本あたりは僕100ぐらいですよ。うん。で、なんで、じゃあ、4、 これリアルタイムなんですけど、久保さんもね、アナリティクス見たらリアルタイムで48時間で視聴回数とか出てくると思うんですけど、僕、今この動画を撮ってる過去48時間のリアルタイムの視聴回数が2966で、直近の28日間が39000視聴回数って感じなんですね。でも1本あたり僕100ですよ。で、なんでこういう結果を出してるのかっていうと、本数をかましてると。で、なんで本数をかましてるんですかそれは少ないからです。 あの一つの再生数がだからこれが一つが再生されないんだったらじゃあ数やればいいじゃんっていう話ですごくシンプルなんですけどこれもやんないんですよえそれって本当稼ぎたいのっていう稼ぐ気あんのっていうそんなあんまないよっていうお金稼ぎたいんだったら結果出さないと稼げないですからねなんかそこがね何ですかね本当にビジネスやる気あんのかなと思いますけどね 再生されませんみたいな。いや、再生させ、させろと。で、その一本あたりの再生が少ねえんだったら本数こなせと。ね。なんかあるだろうっていうね。バカでもわかる方式があるだろうっていう。なんでバカでもわかる方式をさ、やんねえんだっていう話で。いや、しんどいですとかね。めんどくさいですと。私には。じゃあやめればっていう。じゃあビジネスやめればっていう。うん、そんなにビジネス甘くないよと。うん。 まあサラリーマンずっとやっておいてくれと言ってらっしゃい